ね。ありがとうございました。ちなみに、フランスからの空中実験、行く。これ動かないです。動かない。残念ながら動かないんですが、加藤さんから点数を発表していただけますか。はい、得点は88点でした。この先も藤島さんのパフォーマンスを楽しみにしているファンの皆さんもたくさんいらっしゃると思うので、一言ファンの皆さんにメッセージをお願いします。皆さん、今日はシーズンのことは忘れてしっかり楽しみましょう。決定戦に出場された鈴木博史選手、ブライト健太選手、宮大成選手、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ラッキー